マジで1個泣いてほしい、うん、1個泣いて取って落ち着きたい感もあるよね。すいません、すいません、燃やす消化しないんですか、本当に。 そこすぎえ、すんよ。どうも、こんにちは。シンダイアリーメンバーの鈴です。シンダイアリーメンバーの稲山です。はい、シンダイアリーメンバーの国徳結衣です。シンダイアリーメンバーの久保田紫音です。イエーイ、イエーイ大丈夫ですか。まあ、じゃあね、任用卒メンバーということで皆さんよろしくお願いいたします。お願いします。早速なんですけど、就活早っ。どうでしょう。アイスブレイクがないからもうブレイクしてるじゃないですか、すでにね。はい、じゃあイナ。はい、イナはありがたいことに3社から内定いただいて。おー、そうなんですよ。大体ベンチャーなんですけど、はい、いただいて、であとまだ一応就活中みたいな感じですね。私は内定はゼロです。はい、で今は ES を書きまくってるっていう状況です。はい、しおくん。僕も内定はゼロ。なるほどね、はい、まあ、ES はいっぱい書いてるので。どれぐらい書いてるの。でももう10社ぐらいだと思います。すごいね。ということで、すずさんは就活してるんですか。ということで、内定はゼロなんです。ゼロですね、はい、はい、はい、就活はしてますか。うん、うん、うん、また叩かれるからさ、コメントなんで。そうなんですか、コメント。就活チャンネルの方に就活できてないの確かに叩かれるから、まあ、ちょっと、はい、まあ、はい、そんな感じで内定はゼロです。2音卒です、一応。で、本選考何社出しましたか、皆さん。ゼロです。あ、ゼロなんだ。はい、改めて出したのが1個もないんで。あ、はい、え、じゃあもう夏から流れ。そうなんだ、夏から流れで受けてて。けど、なんか有名な大手はちょっと出したいなみたいな、そんな感じ。あ、そうだよね、出したいなって、はい、まあ、挑戦をしたい。ちょっと、うん、やってみたよ。はい、ユミはどれぐらい出してるの。私はもうすでに落ちてるところ含めたら20ぐらいは出してる。え、どれぐらい落ちたの。結構落ちてます。本当に半分まではいかないかもしれないけど、うん、だいぶ落ちてます。ユーちゃん落ちると思うんだよね。いや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 、ユーが落ちるって何。大したことないんで、本当に。いや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 、謙遜、謙遜、謙遜って入る。僕はでも、本当に2月後半から3月にかけて10社出して、はい、みたいな感じです。まだ落ちてはない。まだ落ちてないです、まだ。まあ、イエスは全部通ったんで。おー、こっからだね。こっからですね。こっからだね。こっからですマジこっからだね。何もって感じですね。3月締め切りのとこ多いから、もう本当に早く書かないといけないよね、うんうん、前半はイエス書きまくり。めっちゃあるよね、うん、私もそう。いつも出してますか。まだ出してない。毎回それ、はい、いや、しょ、これから聞かないよね。聞かない。2社くらい出すわ、頑張って。うん、応援してます。私の悩みは、内定をいただけるのかどうか分かんなくて、もうどこからも内定いただけないんじゃないかっていう不安っていうのが、まあ、悩みですね。もらえそうだけど。いやいやいや、いや不安しかないです。本当にもう昨日も結構志望度高かったところから祈られたから、もうダメかもしれないってメンタルがなりかけました。内定1個持ってないと、なんかこれは内定出るだろうみたいな見込みも立たないから、なんかしんどいなって思っちゃうときは確かにある。まず1個内定欲しい、うん、1個内定取って落ち着きたい感もあるよね。内定取ったら安心感も半端ないですよ、マジで。やっぱそうなんだ。もう何でもできる。すいません、燃やす。みんな燃やす。みんなどのフローで落ちるの。イナは落ちるとしたら最終で結構落ちますね。もう2個ぐらい最初落ちてるし、強い、はい、最初まで行く。そうだよね。家はどこのフローで落ちるの。業界によってはもうES の段階で結構落ちます。合う業界、合わない業界があるんだ。そうですね、やっぱり倍率の問題とかもあると思うので、はい。ジュン君は？僕はでもまだその裁判以外落ちてないというか、おー、あれですよ、挑んでないから落ちてる。でも今のところなんか10ぐらい出してるって言ってたじゃん。エントリーシートは大体通ってる。そうですね、エントリーシートはなかなか取らせていただいて、嬉しいです。取らせていただいて、はい、抜けていったんですけど。面接とか、ね、面接がちょっと不安ではありますね。はいはいは
はいはい、まあ、南さんみたいな人が来たらピッて待ちましたけど面接官にもよるよね、いや、本当そうですね、本当に言うんだよね。え、その面接、いや僕経験してないからあれなんだけど、いいなとか聞きたいんだけど、うん、面接ってなんか自分の中でこういうとこダメだったから落とされたのみたいな仮説ってある？あ、逆質問を最後までやりきれなくて、うん、あ、逆質問最後までやりきれない、逆質問のコーナーじゃないですか、はいはい、で1個行って、うん、あ、でもう終わっちゃった会話と思って、まだ時間あるからどうなのその後ひねり出すんですけど、うん、いい会話できなくてもう普通に諦めて、うん、あのこれで終わりですって言って、そういう時も毎回落ちるんで、あ、そうですね、興味ないと思われるもんね、はい、本当に逆質問の量は熱意の量らしいんで、マジでそうなんだ、人間だ、気をつけよう、気をつけよう、10個ぐらい持ってこセンプレだけ持ってかないから僕あれですね、やっぱスケジュール管理めちゃめちゃ苦手で、本当にカレンダーとか使えないんですよ、でなんかあの説明会の予定とか入ってる時に朝起きて、キャンセルみたいなやばっやばっやっちゃう、そう時があるのと、プライド高いのそちょっとそれやめてください代表感だったんだから知らないそう、そういやちょっとそういうところがあるのがうんって感じですね、そこも気合だよね、うん、スケジュール管理できます？できる。ユイとかできる。何十種受けてるでしょ。そうだな。はい。どうやってスケジュール管理してるの？スケジュール管理、締め切りとか。はいはい。そうそうそう。は自分でエクセルにまとめてもらって。すげえ。見してほしいのそれで。気持ちさせる。モザイクで。ここで。じゃあユイのなんかコツとかってない？コツ？ないです。ないです。みんなあれですか？携帯のアプリそれとも紙？Google カレンダー。Google カレー。紙、紙。でも Google カレンダーさ、通知来る10分前から確かに、確かに、うん、だから絶対忘れないと思う。そうです、ね、あともうアラームかけてくるから、前日の時点でもう絶対自分を忘れるものだっていうふうに思っといて、アラームかけておいて絶対出るとか。就活のプロや、プロだ2年目だあともう一回戻したら友達とかと一緒に撮って、ああ確かに、うんうん、生き物の友達一緒に撮って、うん、とりあえずいっぱいいろんなとこ申し込んで、うん、一緒に出るってやったら絶対やるよ、ちょっとやります、はい、はい、ということで私も手を振りまっちゃった今の悩み、今の悩み、今の悩み、僕の悩みはあの就活やるんですよ、就活偏差値が気になっちゃって、受験生活で生きてきたから偏差値が高いものが正義っていう思考がずっと根付いてて、なるほどね、でなんかマッキンゼーとか商社とか、なんか偏差値高めなとこを受けなきゃいけないんじゃないかっていう、なんかそこに行ってないと恥ずかしくなっちゃう自分、恥ずかしくなっちゃう自分がいて、それもまた恥ずかしいっていう、なるほどね、まあ、結構あるあるだと思うんですよ、めっちゃわかる、高学歴なのかそうなんですかね、そうなんですかねって言うと燃えそうですけど、燃えないよ、燃えないか一橋に嫉妬するやつはいない、燃えない燃えない、確かに一橋ごときだもんな、受けいいか、受けいいか、そういうことや、あ、よくないそういうことやスタートアップに行ってさ、結局その今はどうなるんですか、これはスタートアップとしてベンチャーの CXO になるからこれ多分、ね、飛ばされるからカットでいきましょうカットでいきましょう、めっちゃめっちゃ悪くしてるそうね、はい、そうね、ちょっとすずさんに興味もらってもらえるそうね、そうね、はい、すずさんの悩みは、私も悩みないかな、全然使わなくていいんですけど、就活しないんですか、本当に、そう、そこすぎて、するよ、するよ、いや、でもさ、そう、いや、今と同じじゃないんだけど、はい、とかさ、いろいろ受けるとこあるけど、授業内容見ても絶対自分がやりたいことじゃないの、でもやっぱさ、受けとかないとさ、うん、道なくなるだろうなって思ったりするんだけどさ、でも本当に別に全然やりたいこととマッチしてないからさ、はい、すごい気になる、なんかすずさんはそのコンテンツ制作したいって言ったんですけど、うんうんうん、なんか就活しようと何で思うのかって逆にやりたいことがはっきりしてるのか、あ、やっぱそうですよね、うん、けどしなくていいと思いますよ、俺もそう思う、飛ばしていきましょう人だから、あ、そう、あ、ここでよ、ここでよ、就活しないのって言われて、受けてはいる、で、テレ東落ちた、テレ東落ちた、落ちた、テレ東しかも、あの、書類選考の時点でも落ちてる、でも私さ、イエス2個あったの、出すべきイエス、
一個出したけど一個は30分前で気づいたんだよ。めっちゃもうバッてなっちゃった。めっちゃ思った。で、マジで後悔したから今度から早く動こうって思ったわ。うん、大反省したね。そうですね。大反省した、本当に。だからみんな締め切りの直前にやらないように。本当そう、本当にそう、本当にそう。今はこんな笑ってられるけど、マジさ、6月とかになったらさ、深刻な顔してる。笑えない。はい、笑えない。で、ならないようにちょっと頑張りましょう。はい、頑張りましょう。みんなで、これからもよろしくお願いします。お願いします。じゃあ、今後の意気込み話しますか、一人ずつ。はい。じゃあ、今から。僕はもう3月中に就活を終わらせて4月からもうバリバリ働きたいなと思います。え、今やってるその選考はさ、いつ結果出るの？はい、次最終面接で多分3月中には結果出るんで、じゃあ次の4月の座談会では、はい、みんなの笑顔が結果が分かってると思う。はい、そうですね。なるほどね。じゃあ頑張ってください。頑張ります。じゃあゆいの意気込みをどうぞ。はい、私は行きたい企業さんから内定がもらえるように頑張っていきたいと思います。可愛いな、OK。 頑張ろうね。はい、頑張りましょう。しゅんくんどうでしょう？僕まずスケジュール管理をして、そうね、りなとゆいにあのこの終わったらすぐにしてもらう。すぐに。もうなんかもうちょっとなんか体系化した就活をして、うんうん、内定をつかんでとりあえず終わらせたいですね。頑張ります。そうね、頑張りましょう。はい、頑張りましょう。いいですか、すずさん。そうだ、まとめようしないでください。すずさん、就活の意気込みどうしようね。いやでもここで就活やりますって言って嘘になるから、そのやってないから嘘になるから、どう、なんていうの、ね、まあ、ここはやらないんですか？やるよね。まあもう思うがままに、思うがままに自分の好きなように生きていきたいと思います。はい、もう、はい、ね、こんなみたいなのにムカつくんでしょ。全然ムカつかないです。なんかむしろ自己実現してて、うん、すごいなって思う。俺はなんか就活が全てじゃないから、そういうすずさんみたいなそういう道もあるよっていう、うん、あ、いや大事ですよ、視聴者の方に。嬉しい、ありがとうということで、この動画が少しでも参考になったら幸いです。いいなと思ったら下のボタンからチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。任用卒もね、我々頑張るので、はい、去年に負けず、はい、頑張っていきましょう。頑張ります。ということで皆さん、また来月お会いしましょう。はい、せーの、じゃあ。ちょっと待って、知ってる？ダイアリーのサイトではその企業から内定をもらった先輩のリアルな面接動画が見放題。志望動機とか参考にできるじゃん。絶対にここでしか見られない。無料登録で今すぐ見てね。概要欄からチェック。